皆様、ご苦労様でございます。それではただいまから、タルトコ幹事長代行の定例の記者会見を始めさせていただきます、冒頭、代行の方では、えー、今日は、定例の時間を若干変更させていただきましたことをお詫びを申し上げ、えー、皆さん方のご意見を賜りたいと思います、よろしくお願いいたします、はい。それでは冒頭、特に代行からないということでございますので、記者の皆さんから質問があれば、挙手の上社名を社名と名前を言ってお願いいたします。はいどうぞ 産経の水内さん、えー、産経新聞の水内です、えー、と今日一部報道でですね、えー、衆院の選挙制度改革なんですけれども、藤村官房長官の方から、えー、ゼロ増5減と比例点数十10削減するということで、うん、自民党の方に打診があったという報道がありました、政府・民主党の中でそういう案が出ているのかという事実関係と、あと、大広は今でも、その、 80削減という旗は下ろさないという話をこの前もされていたと思うんですけれども、民主党の今の,あの認識として、まあ、そういうことで現段階としてもよろしいのかということを伺いたいと思いますえまず、我が党の方針は、今週かな、えーえー、政治改革推進本部で、えー、総会、平場の会議で、幹事長と私に今後の扱いについてはご一任をいただきました。 その前提は私が出した試案をベースにこれから与野党の協議が官庁レベルで始まっていくということについての一任をいただいたということ、これで全てでありまして、今日の報道はです、ね、全くデタらめな報道であると、このようなことで強く抗議をしてまいりたいと思っております。このこののととについいてては、官官房長官とも確認をいたしておりますので、勝手なな、一方的なあ 希望的観測を前提とした報道については強い意気通りを感じておるということを申し添えておきたいと思いますはい。それではその他関連でございますか今の点関連なければそれあ関連ですかはいそれじゃ選挙制度でどうぞ朝日新聞の明楽です あの選挙制度の,その幹事長、職局長会談についてなんですけれどもあの、連休明け速やかにとおっしゃってましたけれども、いまだにそのいつというのがまだはっきりしていませんが、見通しについてはいかがでしょうか。えー、いろいろ報道がなされておりますが、あの連休明けですね、えー、特別委員会の審議、それに先立つ本会議でのお、まあ、審議等々ありました。まままたさざな沖縄での 記念式典、えー、等々ございまして、大変立て込んでおったと、こういう現状がございます、今、鋭意、報道にもありますように、各党幹事長、諸局長会談をやろうと、ようやく受け入れるという報道もなされておりますが、今、早急な段取りを詰めているところであるという認識を持っておりますので、速やかに開催される。 運びになろうと考えております。はい、よろしいですか。それでは選挙制度関連ございますか。はい、読売の池田さん。読売の池田です。あの野田総理がですね、昨日 NHK の番組に出演して、その中でまあ一票の格差については結論を出さずに国会は閉じないと、まあ、今国会中の解決に意欲を示したんですけれども。 現段階では6月21日が会期末ですが、それまでに解決するという理解でよろしいでしょうか私は大体、今の質問も含めて、若干全体を正確に報道されていないような気がいたしますが、要は、一票の格差と削減と選挙制度について、同時決着を目指すということで、これまで進んできておりますので、そういう意味での決着を 決着というか、結論というか、それを早い段階で出すと、こういう決意であろうというふうに受け止めておりますし、私どもも当然、そういう思いで進んでいるということであります。ゼロ増五減の選考ということではありません。はい。それでは選挙制度関連ございますか。はい、葉山さん。 えー、福祉テレビの間ですあの、まあ。関連してなんですが、あのう、越井幹事長もです、ね、あの会見で、あのまあ、今後、幹事長レベルで、まあ、協議していく中で、まあ、1、2回では結論が出ないという、まあ、認識を示したんですが、あとまあドル、まあ、それも含めて、同時決着も含めて、まあ、どれぐらいのタイムスパンで代行、えー、としてはあの話がまとまるというふうにお考えでしょうか。 私はあの神様ではありませんので、将来のことについて予測をすることは、はなはだ不可能だと思っておりますが、決意としては、できるだけ速やかに結論を得るということで、最大限の努力をしていくと、これにつけ、はい、それでは選挙制度関連、ございますか。なければ、それでは次の点、質問のある方、挙手をお願いします。はい、どうぞ。 フリーランスのあずみですあの民主党のです、ね、中津川議員がです、ね、離党の表明をされたということなんですがこの離党届の方は党本部の方に出されたんでしょうかまた、中津川議員はです、ね、比例単独で選出なんですけども比例といったらあの有権者の方からするとです、ね、特定の議員の名前をつあの書いているわけではなくって、えー、民主党ということで、まあ、民主党だったらまあ誰でもということに極端に言うとそういうことになってしまいますけどもそういうことで選ばれた議員がです、ね 離党することについてですね、代、え、行、ー、はどういうふうにお考えでしょうかまず、中津川さんから離党届が出ているという事実は一切ございません、えー、中津川さん個人のご意見をお聞かせをいただき、私は個人的にお聞きをいたしましたが、今すぐ離党どうのこうのということではないと、こういうお話をいただいております。 よって、これもマスコミの少しフライング気味の報道ではないかと、中津川議員と直接私、会話をさせていただいて、当然、そのような感触を持っているということであります。はい、はい、どうぞ引き続き。続 フリーランスのあずみですす,みません、えー、とすぐにということではないということは、えー、といずれは離党したいというようなことが読み取れたということですかいやいや、いろいろ願望はあのいろんな方がいろんな思いをお持ちであるというふうには当然、今のこうな政治状況ですから、えー、要は中津川議員の意見は自分があ要するに党運営としてみんながまとまっていける党運営をしてほしいと。 いうのは私に対するお話であったというふうに認識をしております。はい。関連でございますか。はい。北海道新聞の佐藤さん。北海道新聞の佐藤です。関連してですね、あの中里あの議員の場合はまだ未定ということですけれども、あの東京からですね、東京の選挙区からの離党者があの相次いでいるという現状があって、あの特に都市選都市 都市部選出の議員にそういう動きが見られるということについて、ですねどの,ようにどのように見られているでしょうかそれはあの、この間、離党・東京を受理した2人ということですか、まあ、あの別にたまたま都市部であるという、東京であったという認識を持っておりまして、都市部がどう、地方部がどうと、こういう思いはございません、はい、それじゃあ、引き続き佐藤さん。 あの中津川議員はです、ねあのー、マスコミの取材に対してあの離党は言ってないけれども、新党から次の選挙は出たいというふうに明言されてたんですが、えー、とそのようなことはあのー、大行との話し合いの中では言及されてたんでしょうかまあ非常に抽象的な意見でありますから、あのー、それについて私が抽象的ないろんな思いが交錯する中で、いろんな人の思いを どうまとめて党を一つにまとめていくかというのが我々の役割だと思っておりますので、各それぞれの方の思いを、思いは思いと理解をしながら、それをどうやって党の一致結束にまとめていくかということについて、これから努力していかなければいけないという思いをさらに強くしたということであります。ははいい関連ででございますかそれでは なければ次の質問をお願いします。どうぞ一之瀬さん。共同通信の一之瀬です。あの野田総理があの小沢元代表とのですね。あの会談を、えー。するようにということで、まあ、こしし幹事長を通じて、あの。今調整ということなんですけれども。あの、まあ、あの実現するかどうかということとですね。あの、まあ、そういう、あの会談に向けて。 何かその期待されることがありましたらお願いしたいんですが、あの幹事長の方でご努力をされるということのでありますので、そのご努力を我々はしっかり見守っていきたいと思っております。党のさまざまな方が胸襟を開いて話をして、党がまとまっていくという方向に向けてのあらゆる動きは関係すべき動きであろうとこのように思っております。はい、関連でございますか。 じゃなければ次の質問、どうぞ、水内さん産経新聞の水内ですけれども、昨日野田総理大臣がです、ね、国会の答弁で、話し合い解散というものを、まあ、否定される答弁をされておりましたけれども、まあ、その受け止め、今、話し合い解散ということもちまた、あ、で言われてますけれども、その可能性について、大広自身の今のご認識を伺いたいんです。 あの巷でというか、皆さんが紙面でというか、番組でというか、そういうことが中心であると思っておりまして、私は党の執行部の立場から、そのようなことは一切これまで頭の片隅にも考えたことはないということでありますはい関連でございますか、なければ、あどうぞ、池田さん。 読売の池田ですあの社保税の特別委員会に関連して、まあ、来週から自民党の質問等、野党からあると思うんですが、えー、相変わらずです、ね、問責の2閣僚の交代というのを求めていて、民主党はそれを拒否している状態が続いていて、25日以降の国会審議の日程も固まらないような状況です、こういう国会の状況をどう見ていらっしゃいますか、また自民党がそう求め続けていることに対して、代行の感想があれば。 われわれはとにかくきちっとした国会運営をしていきたいということだけを目標にしておりますので、国会運営につきましては。だから、いろんな各政党がそれぞれのお立場でいろんなご意見をお持ちであることは普通でありまして、そういう中でとにかく与党としましてはきちっとした国会運営をしていきたい。 今、25日以降のことが、いまだ協議に現段階では入っていないということは認識をしておりますが、あのこの週末を終えて、また来週になりましたら、25日以降のことについて、国体の方で全力で努力をされるものと、このように思っておりますはいあどうぞ、関連で。あじゃあ、あの今の質問、関連、よろしいですか、社保税一体改革、よければそれじゃあ次の話題。はい 日本経済新聞のです先ほどの副大臣会合に出席されていたかに思われるんですが、えー、そちらに、まあ、僕あの出席されて、ですね何かご発言されたよう,うに聞いているんですけれども、どういった発言されたかということについて、伺いいしたいんですけれどもあの会議のことにつきましてあの、官房副長官の方から記者会見があったと思いますので、えー、複数の人間があの違う発信をするべきではないと思っておりますので、えー、基本的に官房,官房副長官の 記者会見にお任せをしたいと思っております。はい。それでは。関連ですか。あ、それじゃ、どうぞ。新しい質問、どうぞ。池田さん。はい、読売の池田です。あの、昨日、代行は総理とお会いになって、ええー、綱領。の件で、報告をされたと思いますが。その現在の進捗状況と、あと総理から、具体的指示等あれば、教えてください。えっと、この問題はですね。えー 来週の常任幹事会等々で党の公僚の話でありますから議論になって皆さん方にお諮るりをしていく話になるであろうとこのように、えーまあ、考えておりますのでそういう党の最高意思決定機関最高といいますか党の意思決定機関である常任幹事会でのですね 結論をいただく前に、私ごときはですね、あでもない、こうでもないと申し上げることははだ不適不適切だとこのように思っておりますので、常任幹事会での決定をまあ見ていただきたいと思っております。はい。関連ございますか引き続きはい池田さん。読売の池田です。まあその具体的な中身は長官ということですが、改めてその今綱領を検討。 する意義狙いについて改めて教えてくださいそういうことも全部ひっくるめて上官での議論と決着を見ていただきたいと思っておりますはいそれでは次の質問どうぞ安住さん 14日からです、ね、世界ウイグ,<ん>グル会議が行われまして、えーあまあ、これはあの政府の主催のあれではないんですけどもそれでですね、えー、その当日ですね、えー、と民主党、自民党それから立ち上がる日本の議員確認するところでは100名余りなんですけどもそちらの,方の事務所にですね、えー、あの中国の鄭大使からですね送り、えー、がされ まあ、発送されたということなんですけれども、これについて代行はですね、えー、っとあの認識していらっしゃいますかというか、代行の事務所の方には鄭大使からのです、ね、文書の方は届いてますでしょうか、えー、文書のことについては、私はあの、うん、そこまで確認はいたしておりませんが、中国政府の 考え方は認識をしているつもりでございます。そのことがいいとか悪いとか申し上げるつもりはございません。各それぞれの国がそれぞれの考え方を持っている、これは普通でありまして、我が国は我が国としての考え方がある、他の国は他の国としての考え方がある、それはまあ自然なことであって、それをいろいろ活動されることについて、我が国は、あ まあ、独裁国家ではございませんので、えー、そういうようなことをおいろいろお言及を私がするということは適切ではないと思っております、はい、それじゃ引き続き安住さん。フリーダーシの安住ですあの、適切ではないというのは、えーっと、中国がでしょうか、それとも。私が、あのあ<っ>私の立場で、えー、どこの国がどうだ、こうだと。 いいいううこことととを申し上げるつもりはないということであ鄭大使のですね文書の中にはですね日本自身の安全にも害があるというふうな一分がありまして、まあ、極めてこれは不穏当ではないかとで議員の中にはこれを受け取った議員はですねこれは脅迫ではないかと、えーまあ恫喝ではないかというふうな意見が多いんですけどもこれについてはそう考えられる方がおられ,おられるそう考える人もお,るしおられるしいろいろ考えられる方がおられる。 国会議員も700人以上おられますから、すべての方が一つの事情について、全員が同じ意見を持つなんてことは、どんな問題でもありえないというふうに思っておりますから、国会議員の考えを、一人一人の考えを、私はいいとか悪いとか、拘束するつもりはございません。はい、このの点よろししいいででですすか関連である方なけれればそれでは次の質問お願いしますあどうぞ 事実の,事実の一川ですあの会期延長についてお伺いしたいんですがあの、社保税の議論が始まりましたが、6月21日,日の会期末までにあの成立させるのはなかなか日程的に難しいかと思いまして、大幅な延長が必要かと思います、現段階でなかなか与党から会期延長についてあの発言するというのは難しいかもしれませんが、現段階での,あの代行のお考えをお願いします今、前段でおっしゃったように、私が言及するのは非常に難しいということであります。 関連ございますか。なければ次の質問お願いします。よろしいでしょうか。あどうぞ林さん。すみませんあのフジテレビの林です。あのちょっとお笑いグループのですねあの次長課長の高本さんがですねあの、まあ、今え次長課長っていうお笑いグループ 部の河の本,本さんという方がいらっしゃいまして、あのまあ非常に高い年収がありながらのもです、ね、あのまあ母親に生活保護を受給,あの受給させているまあ疑惑がありまして、まあ、今、自民党のほうもです、ね、それについて調べているんですけど、まあ、そういったまあ本人があの高いなんですか、そういうお金をもらっておきながら、そうやって生活保護を与え,あの与えさせていることについて、どのようにお考えかなと。 あのまあ、個別の方の個別の案件について、えー、私、政治の立場にいるわれわれがどうのこうのと申し上げるのはよろしくないだろうと思います、法治国家でありますから、法律,法律に基づいて、どのような形で、公平な形で法律が運営されるということが基本であって、それに合ってるのか合ってないのか、今後、おまあ、私あの、その、 申し訳ないですが、年も50を超えておりまして、テレビを、です、ね、お笑い番組を最近、とんと見る機会がですね、失われておりまして、子どもからすると、お父ちゃん、こんな人も知らんのかということですね、最近、バカにされることが多いんですが、家内からは、これくらいの人のことは名前ぐらい知ってた方がいいんじゃないかと言われることもたびたびございます。えー、ですから、ちょっとお 申し訳ないんですが、その個人の方については認識をしておりませんので、あまり自分が全く知らない人のことについて、私の立場でとやかく言うというのは、少し行き過ぎたことではないかというふうには思っております。はい、それでは、その他質問ございますか内容でしたら、これで、えー、定例記者会見終了します、ありがとうございました。いつもどうも失礼いたします。